桐生さん、行こうと思います。ご一緒お願いできますか。ありがとうございます。よっしゃ、みんな行くぞ。やっぱり相当な数いますね。向こうも俺らが人数集めてくると見越してたんだ。でもこっちも頭数は揃いました。数では劣るけど、やり方次第ではなんとかなるかも。この喧嘩は俺たちの喧嘩です。桐生さんはなるべく巻き込みたくない。正直うちらは寄せ集めのチームなんで、全然統率が取れていないんです。このまま真正面から作戦なくぶつかっても、多分返り討ちに遭ってしまう。だから桐生さんには俺たちのリーダーとして監督みたいな感じで采配を振るってほしい。采配？ええ、戦況を見て俺たちにどうしたらいいのか指示を送ってくれませんか。普段はあまりやらないが、分かった。ジャスティスはお前の敵だ。お前の手で蹴りをつけろ。よし、それじゃあ行くぞ。幸子を奴らから取り戻す。絶対勝つぞ。皆殺しにしてやりますよ。全員やっちまっていいんですよね。泣かすぞ。腕が鳴りますよ。全員やっちまっていいんですよね。俺らの力見せてやりましょう。わかりました。ぐちゃぐちゃにしてやる。皆殺しにしてやりますよ。了解です。よー、お疲れ様でした。いい戦いぶりだったぞ。あらかた片付いたな。桐生さん、ナイス采配っす。てめえら、俺らに手出してタダで済むと思ってんのか。ジャスティスを知らねえわけじゃねえよな。何千もの兵隊がいるんだ。勝てる相手じゃねえんだぞ。こっちは上から直々に命令されてんだ。てめえらぶっ潰さねえとやべえんだよ。あんまりこういう物騒なもん使いたくねえんだけど、仕方ねえよな。加勢するぜ。でも俺も体がなまってんだ。少しは運動させろ。そう、
女を人質取るような奴は気に食わねえんだ。ジャスティスなめんじゃねえぞ。てめえら死にさらせや。おら、これでもう後戻りはできねえな。俺は決めたよ。ジャスティスを倒す。そしてレインメーカー、岡田の目を覚まさせる。俺はレインメーカー、岡田と親友だったんだ。カムロ町で毎日一緒につるんで遊んでいた。だがカムロ町には当時カラーズって呼ばれてる若いギャング連中がいっぱいいてね。ブラッディアイとかブルーゼットとか、そいつらをまとめた総称がカラーズなんだ。当時カムロ町はカラーズが幅を利かせていて、それに属さない奴らが勝手できる場所じゃなかった。奴らはカラーズ入りしない俺たちが目障りみたいでね。目の敵にされて仲間を襲ったり脅して無理やりカラーズ入りさせたりし始めた。俺と岡田はそんなカラーズの連中が許せなかった。だからそいつらに対抗する組織を作ろうと思った。それがジャスティスってわけさ。まあ今となってはその時のカラーズみたいなクソギャングもどきになっちゃってるけどね。ギャングを潰す集団がギャングになっちまったってわけか。皮肉なもんだな。でこれからどうするんすか。ジャスティス潰しに行きますか。こいつらに手出した以上カムロ町のジャスティスは黙っちゃいない。多分次は六教人が出てくる。なんだそれは。ジャスティスの幹部たちだよ。ジャスティスをもっと強い組織にするために岡田が腕を買って集めた連中さ。そいつらが入ってジャスティスのギャング化はもう歯止めが効かなくなった。俺の見立てじゃ多分その一人一人が桐生さんと同じくらい喧嘩慣れしてる。え、桐生さんと同じって。そんな。六教人。六教人の皆さん、お揃いですね。今日はちょっとした問題が起きまして。なんだよ問題ってのは。俺は忙しいんだよ。さっさとしてくれよ。おい、メンバーが札にパクられたとか、どうせそんな話だろ。おいおい、そんな理由で集めてたとしたらぶっ飛ばすぞ孔明。女王の剣だな。え、なぜそれを。お前が独断でメンバーに情を負わせていると聞いた。おいおい孔明、何勝手なことやってんだ。岡田は情をほっとけと言ったはずだ。その命令を無視したってことか。まあまあまあ、別にいいんじゃねえか。組織から足を抜けるにはそれなりの代償がつきもんだ。それはジョーがジャスティスの創設メンバーだからって例外じゃねえ。ジャスティスは一応巨大組織だ。締めるとこは締めねえと下に示しがつかねえだろ。まあ確かにな。でちょっとした問題が起きたってのはなんだ。結論から言うと、ジョーがうちが送り込んだ部隊を返り討ちにしました。
何？ジョーは家を抜けた後、故郷の尾道に向かったんですが、どうもそこで地元の仲間たちがジョーの助けに入ったようで。ちょっとした問題じゃないな、孔明。大失態だ。ジャスティスの看板に泥を塗りやがってよ。申し訳ない。矢野。あ？これは軍資金だ。すまないが、尾道へ行ってくれ。なんだよ、また俺か。まあいいけどよ、その代わり余った金は俺の財布に入れさせてもらうからな。勝手にしろ。ただし、六強人として当然失敗は許されない。しくじって帰ってきやがったら、たっぷりお仕置きしやるからな。いや、しくじったら帰ってくる席なんかねえぞ。それがジャスティスのルールだろ。ふっ、分かってんだよ、うるせえな。くだらねえ心配すんなよ、バカ野郎。さーて、じゃあ荷造りでもするかね。旅行ガイドも買っとくか。やってくれたな、ジョー。新しいチームを結成する？ああ、ジャスティスはきっと六強人を俺たちの元に仕向けてくるに違いねえ。あいつらに対抗するにはうちもそれなりの人数を集めてチームを作る必要がある。よし、ジョーさんをリーダーにした新チーム、ジャスティスよりでかいチームにしましょう。いや、リーダーは俺じゃない。え、じゃあ誰が？キリュウさん、俺たちのリーダーになってもらえないか。俺が？ああ、ジャスティスはでかいチームだ。対抗するにはうちもでかい組織にする必要がある。だが俺は管理とか人を束ねるとかが大の苦手でね。そんな俺が、少なくとも今の俺が上に立ってもチームはまとまらねえと思うんだ。ジャスティスに勝つには桐生さんの力がどうしても必要なんだ。頼む、力を貸してくれ。お前の気持ちは分かった。だが俺には他にやることがある。俺、男としてけじめをつけたいんだ。それにあいつの岡田の目を覚まさせたい。あいつは俺の大切な親友なんだ。道を外しちまったあいつを放っておけないんだよ。道を外した親友か。分かったよ、協力してやる。だから頭を上げろ。桐生さん、ありがとう。改めてよろしく、よろしくお願いします。あ、ところでチーム名は何にしましょうかね。ジャスティスみたいな英語っぽいのがいいですかね。チーム名？チームを作るんだから、まずはチーム名を決めるのが普通でしょ。クールな感じがいいっすね。ジャスティスみたいな英語っぽいのがいいすかね。そうだな。いや、そこはリーダーに決めてもらおう。俺が？はい、キリュウさんがリーダーだから、それが分かる感じだとなおいいかもな。頭文字の K を取って K2016 とか、キリュウ維新軍。ちょっと古臭いな。俺の名前が入ってるチーム、気流会なんてどうだ。気流会？なんだなんだ。組織といったら大体組とか会とかだろ。まあそりゃそうっすけど、なんかヤクザみたいだな。いや、いいんじゃないか。リーダーが決めたことだ。気流会をここに結成しましょう。絶対にジャスティスを倒す。そして俺たちのホームである尾道や仲間たちを守って、岡田の目を覚まさせる。しゃあ、やってやるぜ。やれやれ。で、リーダーになるのは分かったが、具体的に俺は何をすればいいんだ。
桐生さんにはこの前の時みたいに戦いの時に采配を振るってほしいんです。それと桐生会をうまくまとめてほしい。うまくまとめる？はい、今はまだそんなにメンバーいないけど、これからどんどん増えていくと思います。そうなるとただでさえ若い連中の寄せ集めだし、統率が取れなくなるっしょ。桐生さんには年の子を生かしていい感じにチームを組織としてまとめてほしいんだ。おいおい、丸投げもいいとこだな。多分俺の所属していた組織と似た感じの構成になっちまうぞ。それでもいいのか？ええ、何でもいいっすよ。っていうか桐生さん、どんな会社に勤めてたんすか？それは企業秘密だ。ほう、まあいいや。じゃあそんな感じで桐生さんの会社風にお願いします。出撃やチームの編成をしたいときには俺に声をかけてください。桐生さん、この前は助けていただいてありがとうございました。気にするな、無事でよかったな。はい、うちの兄たちが無理やり巻き込んでしまったみたいですみません。ああ、まあ仕方ない。引き受けちまった以上なんとかするさ。だが若い連中のチーム束ねるなんて初めてだからな。まずは仲間をどう増やすか。ああ、それならマスターが詳しいかも。マスターは昔ワルだった時に大きなチームのリーダーだったんですよ。ほう、経験者かね、マスター。幸子、お前まで人聞きの悪いことを。営業妨害で訴えるぞ。ったく、桐生さんがチームに仲間を増やしたいけどどうしたらいいかって。仲間？そんなの簡単よ。ガツンと一発殴っちまえばいいんだ。殴る？ええ、この辺には生きがっている若い連中ってのがちらほらいるんですよ。田舎の悪いところでね。そいつらは自分が最強だと思い込んで強いやつと戦いたがってる。だから桐生さんがバーンとそいつら叩きのめして強さを示せばきっとホイホイついてきますよ。ええ、それはちょっと野蛮すぎるんじゃ。桐生さん、喧嘩めちゃくちゃ強いでしょ。ある程度喧嘩慣れしてれば戦わなくてもわかる。戦いに飢えてる連中であんたを見て血が騒がない奴はいませんよ。そうか、自分ではわからんが。そうですって、現に俺もちょっとね。マスターやめてくださいよ。冗談だって。ま、試してみるといいですよ。街をぶらついてりゃ出くわすと思いますから。わかった。ってのは、だから今は西暦で何年かなって。2016年だ。2016年？本当に？やっぱりそうですよね。やったー、うまくいったんだ。そっか、じゃあここは本当に1年前の過去？そしてこれが1年前の私？あ、確かに今よりちょっと胸小さいかも。なんだ、
何を言ってるんだ。あ、やだすいません、一人で盛り上がっちゃって。ん、実は私ね、なんとたった今1年先の未来からタイムリープしてきたんです。タイムリープ？ええ、2017年から時空を超えてね。何を言ってる？あ、伝わりませんか？そっか、そもそもタイムトラベルとタイムリープの違いから説明しないとですね。タイムリープっていうのは、今の自分の意識が別の時間の自分に乗り移るってことなんです。ほう。で、タイムトラベルの方はタイムマシンとかで時空を移動するでしょ。例えばおじさんがタイムマシンで昨日に行くと、昨日のおじさんとマシンに乗ってきたおじさん、その二人が同じ世界に同時に存在することになっちゃう。でもタイムリープは今のおじさんの意識が過去の自分に乗り移るだけだから、常に世界に一人。どうです、わかりました？ああ、完璧に理解した。つまり私の場合は2017年の意識がこうして1年過去の自分の体に乗り移ったわけですよ。1年もタイムリープするなんて自信なかったけど、果たしてすごい。そうか、なるほどな。じゃ、邪魔して悪かった。あ、え、なんで？ちょっと待って。ん？私、今結構すごいこと言いましたよ。普通もっとこう、いろいろ聞きたくなりません？いや、もう結構だ。チケット買われますか？片道320円になります。片道チケットを1枚くれ。はい、片道チケットになります。15分おきに運行してますので乗り場へどうぞ。Thank you.
桐生さん、こんなとこまで呼び出しちゃってごめんなさい。いや、いいんだ。南雲くんから聞いたでしょ、はるかちゃんが私の店で働いてたってこと。ああ、はるかについてあんたが知ってることを話してくれないか。私が初めてはるかちゃんに会ったのは3年前、港だった。彼女とても悲しそうな顔で海を見つめてて、今思えば大げさだけど、もし飛び降りでもしたらと思って声をかけた。どこから来たのって話してすぐ彼女にはどこへも行くあてがないって分かった。こんな田舎に家出してきた女の子がたった一人、私もそのままバイバイっていうわけにはいかなくて、宿も決めてないっていうし、思い切ってうちに誘ったの。一晩泊めてみて、何か訳ありだったみたいだけど、やっぱり全然悪い子じゃなかった。それで私、彼女にしばらくうちの店で働かないかって聞いたの。正直私一人で間に合う小さなお店だけど、どうにもほっとけなくてね。その日からはるかちゃんはうちで働くことになった。芸能人だったなんて気取りも全然なくて、本当にいい子で。あいつの素性にもすぐ気がついたってわけか。ええ、でも店に来る町の人たちもみんな気づかないふりしてくれてた。そうしているうちにはるかちゃんも日に日に笑顔が増えていってね。でもあの日だけは違った。ん？泣いてたんだと思う。私を見るとすぐ無理に笑顔作ってたけど、その時もっと詳しく話を聞くべきだった。彼女がこの町から姿を消したのはその翌日だったから。多分はるかはその頃自分の妊娠を知った。それが理由でこの町を離れようと。ええ、私もそう思う。それで、ハルトの父親は誰なんだ？ごめんなさい、それは私も知らないの。お店にいた時も誰かと付き合っているような素振り見せなかったから。そうか。でも、心当たりはあるの。確証はないけど、多分。本当か？一体誰なんだ？それは…おーい、まさかと思いましたが、やっぱり桐生さんでしたか。ソメヤ、お前どうしてここに？そりゃこっちのセリフだって言いたいところですが、いやね、そこの迎賓館に泊まってるんですよ。初めて来たんですが、坂ばっかりで疲れますね、田舎は。そういう意味じゃねえ。どうして登場会の人間が広島にいるのかって聞いてんだ。怖いな、そんないきなり喧嘩腰になられても困るんですがね。いわゆる杯交渉ですよ。俺と陽明連合会本家若頭越水さんとのね。何？おっしゃりたいことはわかります。格が合わないってんでしょ。確かに、ただの直系組長でしかない俺と広島のナンバー2とでは釣り合いが取れない。本来なら
堂島会長が陽明連合会のクルス会長と直接杯を交わすとこなんですが、あいにく六代目は殺に捕まっちまってる。なら、なんでお前が出てくる？俺はね、四代目。今、菅井会長代行から東条会の跡目候補と見られているんですよ。お前が東条会の跡目だと？小清水も陽明連合会の跡目です。そういう意味じゃ、俺と小清水が五分で杯交わす理屈にはなる。お気に召さないようですね。なんなら四代目が復帰して代わりに杯交わしますか？俺は別に構いませんよ。どうも俺たち二人には何か縁があるようですし。縁？こんなとこでばったり会うってのもそうですが、あんたが一緒に連れているのは俺の前の女だ。久しぶりだな、清美。戻ってきてたんだな、国に。お前が消えた後、ずいぶん探したりもしたんだが、まあこうして無事が確認できてよかったよ。おっと、そろそろ宿に戻らねえと。それじゃあ四代目、失礼します。あいつと何かあったみたいだな。あんたの過去まで詮索する気はない。俺は遥のことが聞ければそれでいい。だがどうやら日を改めた方が良さそうだ。ごめんなさい。いや、いいんだ。ありがとう、キリュウさん。なんじゃそりゃ。一体誰なら、その染谷いう男は。清美ママ言うたら東京に行っとったんじゃろう。言葉もすっかり東京弁じゃし、その時付き合うちょった男じゃないんかの。ひょっとして昔の旦那とか。踊り、キヨちゃんがバツイチ言うんか。そんなわけあるかい。なんか根拠でもあるんすか。当たり前じゃい。清美言うたら踊り、清純な美女言う意味じゃけんの。清純な美女だって結婚くらいしますよ。それよりバツイチだといろいろ納得いくじゃないですか。いい年した女性が故郷に一人戻ってきてスナックやってる理由。違う。ただキヨちゃんみたいな綺麗な子には東京みたいな汚れた都会の空気が合わんかっただけじゃ。そういえば赤ん坊の面倒を見るのもうまかったのねえ、キリュウの兄貴。え？ああ、確かに上手だな。ひょっとして子供もいるんじゃないですか。バカだれ。ええ女っちゅんは赤ん坊がおらんでも赤ん坊の世話もうまいもんなんじゃ。ブッ、あ、踊れら。あんましかばち足りよるとぶち殺すだ。まだそうと決まったわけじゃねえだろうが。あまり外野が騒ぐんじゃねえよ。あ、兄貴、そらそうじゃけど落ち着けんわい。相手が極道じゃ言うならなおさらですわ。いいのじゃねえか。なんなら。キヨちゃんがさらわれた。それは一体どういうことじゃ。さっきキヨちゃんとスナックにおったらいきなりヤクザが来よって、キヨちゃんを車に乗せよったんじゃ。
じゃけ、わしが止めに入ったんじゃが、めたくそに殴ってきよってからに。ほしたらキヨちゃん、心配せんでええから言うて。ほいでおめおめと逃げてきよったんか、この根性なしが。おどれの腕の一本や二本、おられててもキヨちゃんを守ったらんかい。頭、いかんて、怪我人ですけ。ヤクザってのは、陽明連合会か。いや、多分東京もんじゃ、若い男じゃった。ソメヤか。やっぱり、清美ママとなんか関係あるんすかね。待て、南雲、どこに行くつもりだ。決まっとる。キヨちゃん助けに行くんじゃ。その染谷いう男は山の上の迎賓館に泊まっとるんでしょう。登場会をなめるな。お前が行ってどうにかなる相手じゃない。止めんといて塚西、こればっかりは兄貴の命令でも聞けませんけ。そうじゃ、頭だけじゃのうて、わしらみんな命張る覚悟あります。清美さんはわしらにとっても大事なお人じゃ。どうよ、東京門に舐めた真似されて黙っちょれんわい。染谷は陽明連合会の本家の客人だぞ。そこにお前らが乗り込んでいったら縁故詰めさせられる程度じゃ済まない。最悪広瀬一家は取り潰しだ。親分にも迷惑がかかる。じゃったらわしは破門してもらいます。それじゃったらもう広瀬一家とも関係ないですけど、惚れた女一人守れんで何が極道じゃ。呆れるくらいバカな奴らだな。何とでも言うて使わさいや。ほいでもわしらはいかんといけんのんじゃ。ああ、バカとは言ったが嫌いとは言っていない。え？陽明連合会傘下の広瀬一家が動けば問題になる。だったら組に関係ない俺が行けばいい。違うか。いや、兄貴がぶち強いのは分かっちゃいます。じゃけどなんぼなんでもたった一人で行くんは無謀すぎるで。おいおい、さっきから何ごちゃごちゃ話してんだよ。おやさん、おったんですか。要はさ、おめえらが広瀬一家の人間だってバレなきゃいいんだろ。そら、そうですがの。だったら絶対にバレねえ。いい手がある。これ覆面？なんか泥棒みたいだな。おやっさん、なんで小川なもん持ってるの。昔はこれかぶってムカつくやつを殴ってたもんだ。本家のやつとかバンバンな、全然バレなかったよ。おいじゃけど、そがなことする人おやっさんの他に何人もおらんでしょうが。ほとんどバレとったんじゃ。おいじゃ、これ兄貴の分です。ああ、いや、俺は必要ないだろうが。何言ってんすか。キリュウの兄貴が広瀬一家に出入りしてることは陽明連合会にも知れてんすから、兄貴の顔が割れたら一緒にいるのが俺らだってバレちゃうじゃないですか。しかし兄貴、もたもたしとる暇はないですけど。しょうがねえな。わかったよ。
じゃあ俺はそろそろ戻るから、あとはよろしく。で頭、どういう作戦で行くんすか？そうじゃのう。あ、確か迎賓館のパンフレットがあったはずじゃ。ちょっと持ってきますわ。これです。これが迎賓館の見取り図です。迎賓館はもともと石見造船に船を買いに来るお客のために建てられたようですわ。1階はロビー、2階から3階までが客室エリア、4階にレストランと大浴場があります。5階はスイートルーム専用みたいですわ。広いの。問題はどこに清美さんがおるかじゃ。のんびり探してると搭乗会の連中に捕まっちゃいますよ。よし、キヨちゃん救出作戦はこうじゃ。まず全員で正面玄関から突入。奥の階段に着いたら2階に上がって二手に分かれて客室をしらみつぶしに探すんじゃ。松永、田頭、雄太は右回り、わしと桐生の兄貴は左回りじゃ。2階におらんかったらそのまま3階へ行き同じように探す。途中でキヨちゃんを見つけたらすぐにわしの電話を鳴らせ。そしたら一斉に正面玄関に戻って車でとんずらじゃ。お前ら準備はええか？へい。血がたぎってきたで。兄貴準備はええですか？いやまだだ。キヨちゃんが危ない目に遭うとるかもしれんのんじゃけ、早う頼んますよ。